はいどうも皆さんこんばんはゆうです。今回はアイアンマンのスーツ紹介していこうかなと思います。まあ予約特典のものからデラックスエディションのものまで、あとマーケットプレイスのものも紹介していこうかなと思います。まあ要は買ってない人向けにどんなものがあるか見ていただければなと思うので、まあ買う参考にしていただければと思います。で、このゲームのあのコスチュームっていうのはどうやって入手するかというと、まあ3種類ぐらいありますね。 えっと、ヘリキャリアに、まあ、キメラっていうものに乗船しているコスメティックベンダーという NPC がいるんですが、そこの人から、まあ、リソースと交換してゲットします。この右のユニットってものですね。これはコスチュームが被ったりするともらえたり、あとは宝箱から入手したりすることが可能です。あとは、チャレンジカード。このタブの方にチャレンジカードというものがあるんですが、これを チャレンジポイントを貯めていって、チャレンジカードを進めていき、入手していくっていう感じですね。まあ、要はバトルパスみたいな感じですね。で、デイリーがいくつかあるので、そこで3ポイントもらったり、ウィークリーで 11, 11ポイントもらったりなどして、このチャレンジカードを進めていき、コスチュームがもらえたりします。そしてもう一つは装飾パターンですね。装飾パターンっていうのがあるんですが、ミッションをクリアするとたまにもらえるんですけど、これを製造マシンっていうもので、 パターンを解読すすると入手できます例えばレアな装飾パターンだったらレアコスチュームの中からランダムにもらいますこれ全キャラのところからランダムでゲットできるので、まあ、必ずしも好きなキャラクターがゲットできるっていう仕様ではないですなのでエピックの装飾パターンからはエピックのコスチュームが出たりしますさあそれでは見ていきましょう まずはこの今着ているコスチュームからです。これはストーリーで入手できるコスチュームで、まあ、アイアンマンが、トニー・スタークが、まあ、その場しのぎのアーマーって感じで、ガントレットとかをはめて、最終的にこうなったっていう感じのコスチュームになります。で、次にゲットするのがこのプロトタイプアーマーになります。はい。いかにもすごいボロボロですね。まあ、ストーリーでもボロボロになって壊れましたが。 ま、これのカラーバリエーションがいくつかあります。見ていきましょう。まずはひらめき。まあ、いつものアイアンマンの感じですね。ちょっと a t 5っぽい配色なんですが、まあ、ボロボロです。結構ボロボロです。まあ、プロトタイプのシルバーみたいに、まあ、そこまで、なんだろうな。杉はぎの部分の、なんだろう、弱そうな感じはあまりしないんですけど、 まあどちらにせよボロボロ。このプロトタイプのアーマーのカラーバリエーションは全部ボロボロです。エメラルドといった緑。緑のものも、まあボロボロですね。まあ緑もかっこいいんですけどね。ちょっと、なんだろうな。綺麗にしてくれればいいんだけど。ちょっとごついですね。で、あと2つあって、ミダス。金色ですね。ゴールドアーマー。こんな感じの。ゴールドのアーマーもあります。 そしてブラック、ガンメタルあーまあこれは配色的にかっこいいんですがまあ近づいてみるとボロボロだったりしますそして次にゲットできるのはこのアイコニックなアーマーですねチュートリアルでアイアンマンが着てたアーマーになりますここのアイコニックなアーマーになると アーマーがすごい綺麗になってますね。輝きが違います。で、これ種類がありまして、まあ、お気に入り、個人的なお気に入りは電気メッキというものですね。これ、マーベルナウのアイアンマンにちょっと似てる感じで、個人的には好きですね。黒、金、かっこいいですね。そして、これは銅色黄色 イエローっぽい、まあ、金属の色の配色になっているアイコニックのアーマーですね。で、このオブシディアンは、ま、特典なので飛ばします。で、次にアルマ、アルマイト。まあ、ステルスアーマーっぽいですね。アイアンマンのステルスアーマーっぽい配色。そして、シルバーセンチュリオン感がある、このアイコニックなアーマーの配色。 銀色になってますね。このアイコニックなアーマーの部分が銀色かなっぽいものになっているのでシルバーセンチュリオンっぽい感じになってまーすと。で、次にストーリーで入手するのがこのスターブーストアーマーですね。白と黒、そして金色の配色になっていて、まあ、宇宙専用の、まあ、宇宙用のアイアンマンのスーツになっているんですが、これもかっこいいです。特にね、この スターブーストス,スーツあ、スターブーストアーマーのこの赤が好きなんですが、まあ順番に見ていきましょう。ちょっとステルス感が増したスターブーストアーマー。黒、かっこいいですね。そしてお気に入りの赤色。赤色というよりは、まあオレンジ、金色っていった感じで、この配色なかなか好きですね。まあ、気に入る方も多いんじゃないでしょうか。まあこれは装飾パターンで入手しました。 まあ、あのー、コスチュームがロックされていた間はこれを使ってました。赤いやつが全部なくなってしまったので、ちょっと悲しい事件でしたね。で、アトモスファイア。アトモスフィアか。これは青色配色になっています。青もね、結構いいですよね。ペッパーが着てたスーツを思い出させてくれます。そして、スター・チャイルド。金色配色のスター・ブースフーマーですね。 そして次に入手できるのが、この、スター、スタークテックアーマーですね。ストーリーの終盤でゲットできるアーマーになっています。まあ、あの、MCU でいうところのマーク43ですかね。まあ、近いような感じの配色になってますね。結構これで、ね、個人的にかっこいいなって思ってて、おすすめですね。かっこいいですね。で、これの、えー、っと、色違いバージョンが、 こちら、金色。金色っぽい配色になっていて、結構ごちそうですよね。まあ、強く見えます。まあ、カラーが変わるだけでこんなに印象が変わるといった、アイアンマンの面白いところですね。そして、えっと、この、まあ、シルバーセンチュリオンっぽい配色の、スタークテックのアーマーもしっかりとあります。これもいいよね。 ま、シルバーセンチュリオンとして使うなら、まあ、この、無欠点と、ベリティになりますね。で、アポジー。まあ、これが一番どちらかというと、その、MCU のペッパーのスーツ。マーク49、まあ、レスキュースーツ。に近いですね。なんか、色、色もね。差し色も金だしね。まあ、ただナノテクではないって感じですね。中にペッパーが入る 入ってるとちょっと思ってしまう感じの配色です。さあ、無料でゲットできるものを最後になんですが、このオリジナル新アーマー系列ですね。これはヒ,あのヒーローチャレンジカードの最終報酬になっていまして、これが一番マーベルなのはアイアンマンに近くなっていて、非常にね、かっこいいです。リパルサーが、まあ、赤に光っていて、いろんなところに、まあ、リパルサーかな曲がって、 で、光ってかっこいいです。これ結構好きな人多いんじゃないかなと思います。あとはこれの色違い。この青色はですね。まあ、差し色が銀色になっていて、まあ、ペッパーっぽいですね。で、これは、あの、ヒーローレベルを50にするとゲットできます。まあ、各キャラクターにヒーローレベル50にするとゲットできるレジェンダリーのコスチュームがあったりします。こんな感じでね。 次に、バイパス。まあ、これは、うん、まあ、どちらかというと、まあ、MCU で例えるなら、42っぽい配色ですね。まあ、ただ、黒色が差し入って入っているので、まあ、ちょっとどちらとも言えない、うん。なかなかいい感じの配色になっていますね。いや、やっぱ、色が変わるだけでこんなに印象が変わるのはすごいな。 で、そしてオーバークロック。これは赤を基調としたアーマーですね。どちらかというと、スタークテックのアーマーに近いです。まあ、42っぽいですね。まあ、これもかっこいいですね。まあ、リパルサーがね、青から赤になったりするので、いいですね。で、えっ、ー、と、次に紹介するのが、まあ、予約特典のものと、まあ、デラックスエディションのものですね。まず、予約特典でゲットできたのは、このアイアンウィール。 MCU でいうところのマーク1。トニー・スタークが捕らわれて脱出するときに作ったアーマーですね。これはしっかりと、その、マーク1っぽさを残していて、ゴツゴツになってます。これを元に作られたのがプロトタイプアーマーなんですかね。よく見ると後ろが、紙あるように見えたけど違いますね。 火炎放射ついてんのかなちょっとそこはわからないですが、アークリアクターが、このゲームの設定ではでかいですね。マーク1は。そして、デラックスエディションで入手できるのが、このオブシリアンというものです。まあ、アイコニックのアーマーの色違いにはなるんですが、下が黒で、白と金の配色になっていて、結構ね、これ好きですね。他のキャラクターもこんな感じの配色で、コスチュームがあったりします。 どれもね、割とね、かっこいいんでね。デラックスエディション、割とおすすめです。まあちょっと高くつきますが、よかったら買ってみてはいかがでしょうか。それでは次にマーケットプレイスで売られているアイアンマンのコスチューム見ていきましょう。まずはこのソラリスですね。これから見ていきます。まあ、これが一番ね、マーク42っぽいんですよね。まあ、ただちょっと金色の、断面の金色の配色が多いから、 まぁちょっとそれっぽい顔には見えませんが、結構ゴつめなアイアンマンになっていまして、この金色の配色、まぁ、あ、42っぽい配色が好きな方にはおすすめですね。うん。かっこいいですね。やっぱアイアンマンって何回も見てるとかっこよく思っちゃうよね。で、そして、皆さんご存知の85のデザインの元になった、まぁ、あ、コミックで言う マーク3ぐらいですかね。まあ、着て、あの、着るタイプのものなんですが、マーベルアベンジャーズではしっかりと機械っぽくアレンジされています。まあ、こんな感じでね。まあ、服っぽさはないです。まあ、t 5と比べるとちょっと違うので、まあ、なんとも言えませんが、まあ、コミックの原作のスーツが好きな方にはおすすめですね。かっこいいですね。本当に、金と、 赤のシンプルな配色になっています。とてもね、コスチュームに近い、近い感じになってますね。まあ、ただ、コスチュームだ、コスチューム割と高かったりするんで、まあそこは、財布と相談ということで。ということで、今回はアイアンマンのスーツ紹介していきました。まあよかったらこのゲーム買ってない人、気に入ったスーツがあればね、まあぜひ、買ってみてはいかがでしょうか。 今後もね、おそらくこのアイアンマンのコスチュームとか他のキャラクターのコスチュームも増えていくんじゃないかなと思うので、まあ、個人的にはそのナノテックスーツとか出してくれたら嬉しいですね。あとはみんなが期待してる MCU とのコラボがあったらかなり熱いですね。まあ、あのゲームのあー、あの映画のコスチュームが遊べるんだったらマジで最高。ということで、今回は この辺で終わりたいいと思いますよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ。